校も終わり、先生も毎日絶好調、良い子の皆さんもリラックスに深呼吸です。深呼吸のすすめ、毎日頑張ることはないと思っております。一休みにブレイクタイム。ブレイクタイムとは休憩という意味です。簡単な曲を簡単なトニックサブドミナントドミナントで弾けるととっても楽ちん、ああ楽ちん、独譜の難しさから解放できます。カエルの歌もカノンといって追いかけて弾く奏法です。カエルの歌、
おー楽ちん、あー楽ちん、とっても簡単になります。ぴょんぴょんぴょん、あぴょんぴょんぴょん、カエルもぴょんぴょん跳ねますが、すぐにカエルという動物はカエル。すぐにカエルという鳴き声の持ち主の生き物はカエル。それでは今度は猫が寝転んだ。これはダジャレでございます。布団が吹っ飛んだ。新聞紙新聞紙、留守に何する。イカ食べたかい。これもダジャレでございます。ひょっこりひょうたん島、何でもやってみようかな、なんかやってみようかな。できなかったことができるととっても楽しくなります。ミスや間違いを重ねて人間はどんどん進化します。何でも自分でやってみようという本当に気持ちが今大切ではないでしょうか。先生も誰かに何かをしてもらったらありがとうございますとちゃんと言えるようにしております。何でも自分ができることをやってみる、これが自主性を養う、自分で何かをやってみようかなという気持ちはまさに子どもチャレンジです。それではまた来週ね。簡単な曲をアレンジ、転調したりアレンジ、クリシェをつけたり、いろんなバリエーションで弾けるようになります。ドミナントを2/5に置き換えたり、イントロをつけたり、非常に音域の広い範囲をカバーするピアノですが、簡単な曲をアレンジできる技術は日頃いろんな曲を弾くことで身につきます。
まず基本をしっかり、拍の長さからドレミの位置、指替え指くぐり、基本を楽しくしっかり身につけることで、転調したり拍子を変えてアレンジしたり、いろんなバリエーションで弾けるようになります。それではまたね、さようなら。